皆さんこんにちは、ボスンタンです。本日はレッスン7、体の部位の首から下の方行っていきたいと思います。はい、最初行きますね。はい、手、そう、对对手、次ね、指、手指、手指、手指、对、さっきブーちゃんは携帯になってる。腕、手臂、对、これ発音超綺麗、手臂、手臂、对、肩、肩膀、肩膀、お尻、肩膀、对、胸、頑張って、胸、胸、お尻、胸、胸、腰、腰、对、很棒耶、好厉害哦。次ね、お腹、肚肚、对、肚肚、肚肚、对对对，肚肚は前なんか文旦まだ中国語勉強してない時に教えたやつ。お尻、あ、ピグ、对、ふーちゃんどうやってお尻覚えたの、みんなに言って。とりあえずお尻覚えれなかったんで、お尻イコールなんか豚をイメージして、豚はピックって言うんで、英語で豚のお尻ね、あれ思い出した。太もも、だとい、どえ、あの、トイの発音超綺麗だね、すごいね。足、じゃお、どえ、どうやってわかるの、え、なんでわかるの、なんかルーちゃんの口の感じがそんな感じした。今回はすごいね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10 いや、むずいな、今回は覚えるのにちょっと大変だった。でも最初と比べて文単もいっぱい単語覚えたね。そうだね、今度復習しないとな。ねえ、復習しないといけない。足が疲れてる、中国語。だーどえい、はれ、どえい、でも足は違うだけどね。おお太もも今疲れてるから。ああ、じゃあ以上で、レッスン7終わりたいと思います。いつも通り見てくれている方々ありがとうございます。これからも、撮っていきたいと思いますんで、皆さん、応援よろしくお願いします。それでは See you next time、 バイバイ、バイバイ。ちょっと考えてる感じ、目開けて考える、疑問を持ってる。